皆さん、2月になってしまいましたが、新年明けましておめでとうございます。卒業研究などやるべきことがほぼ終わりましたので編集の再開をしたいと思います。そして、今回はうぶ主のプラモ制作機を公開していきます。拙いところがあると思いますが、よろしくお願いします。はい、というわけで今回作っていくのはこちら。バンダイから発売されていたメカコレクション。宇宙戦艦ヤマト2199より、救急式空間戦闘攻撃機コスモファルコン。2199では、ブラックタイガー的な位置づけで活躍しました。パッケージには、今後展開される予定のラインナップが書かれてました。実はなんですが、このコスモファルコン、2202でも登場しましたが目立った活躍はありませんでした。その代わりにコスモタイガーなどが活躍しており、今後のリメイクシリーズではもう出番はないと思います。そして、これがうぶ主にとっては2機目のコスモファルコンです。昔発売時に買ったのですが、引っ越しの際にどっか行っちゃいました。それじゃあ、早速組み立てちゃいましょう。こっからはフラント、社内でお送りします。パッケージの中にはランナーとシール、そしてメカコレではおなじみの箱説明書ね。先にランナーを見ちゃいましょう。結構穴が開いてるわね。最近のメカコレは立ち組みという接着剤を使わない方式だから、初心者にも手が出やすいんです。まあ、若干の塗装がいるみたいだけどね。ほんで、箱説明書ね。これは1970年代に発売された初期のメカコレでも採用されていたみたいね。ていうかうぶ主さん初期のメカコレ持ってんだ。宇宙戦艦ヤマト、古代艦、福座型コスモタイガーぐらいは持っているみたいやね。あれって福座型があるの？これに関しては機会があればお目にかけましょうわね。さて、ようやく開封ね。さっきの箱には、カラーガイド部品の追加発注書が書かれてました。そろそろノイバルグレイの部品発注すればよいのに。手元撮影初めてだから多少画面が揺れるかもしれないのを今のうちに言うとくわ。それ今言う必要ある？というわけで、これがシールですね。標準機体に加えて加藤篠原それぞれのマーキングを用意されていますね。今回は標準機を作っていきます。ランナーは青色と灰色がそれぞれ2枚用意されています。機体の青色はこのままの成形色を活かしたいなと思います。台座もついてますね。2202ではポージングができるような台座になってますが、これは固定仕様ですね。あとは飛行形態と着陸状態の選択ができるようにパーツ分けがされてます。さて、1番の機体の組み立てを行います。使用するランナーはご覧の通りですね。青ランナーのうち、台座のある方のランナーは台座以外を使っていきます。そして、灰色のランナーは機体下部のみまずは使っていきます。ここからはランナーからパーツを切り出していきます。結構時間がかかっているので倍速しますね。ランナーからパーツを切り出す際のコツをメモってきたので紹介します。まずはニッパーについてですが、模型店などで売られている、先の細いニッパーを使用することがおすすめですね。ちなみにヨドバシカメラで2000円ほどで購入しました。そして、ニッパーの先とパーツとランナーの付け根を狙って切っていきます。その後切ったパーツに残ったバリを小さいヤスリなどで削っていきます。ヤスリがない場合には、カッターなどで切っていくのが良いと思います。さて、画面では最後のパーツの機体下部を切ってますね。今回はどの状態で作るんだい？それはお楽しみに。はい、切り落とせました。そして、4画面でお伝えしますがマスキングを施します。黒色と黄色の塗装のための準備ね。この作業がうまくいかないと塗装が終わった後にぐちゃぐちゃになっちゃいますからね。面倒くさいけど、頑張るしかないね。ただ残念なことにこの作業は意味なくなりました。一度塗装が失敗したので、下地塗りから再開です。ミスターサーフェイサーを塗っていきます。翼や機体に塗布していきます。みんなはしっかりと下地を塗ってからしようね。まさか黄色がつかなかったなんていうことがあるんだね。あとは薄め液で希釈した塗料とかは結構乗らないことが多いらしいとのこと。下地はしっかりと塗りましょう。ここからは、今後の動画予定を公開しましょう。ケイオチラです。このコスモファルコンが完成したら連続投稿企画に突入します。長らく飛行機に乗ってなかったので、久しぶりに飛行機に乗りましょう。その後は、このプラモシリーズを連続していこうかと思います。その合間的にはなりますが、ゆっくり立ちの戦車道と大回戦、うぶ主のレーシングドライバー生活をぶっ込んでいきたいと思っています。動画の収録が忙しくなりますね。ちなみに、このコスモファルコンの動画は2回から3回に分けて投稿したいなと思います。思ったよりも動画素材が多くてどれ使えばよいか悩んでいました。でやけど、他のは1本にしひんとしんどいで。まあ、なんとかします。というわけで、機体各所の黄色入れですね。まずは、機体下部の青函物質吸入口付近の塗装。どんな物質を吸い込んでいるんでしょうかね。滝を入手とかか？知らんけど。知らんのかい。まあ、波動砲を撃つ際に出てきますし、おっし。ここまで作っていてうぶ主枠。マジで F15 とかにそっくりな見た目しているよな。コスモパイソンとかコスモタイガー1とかのような斬新さがないんよな。ってこれはさすがにアウトでしょ。
言われてみればほんまにそっくりやし。それでも、2199時点ではそんな余裕はないから仕方ないとも思えるんだけどな。それで、垂直尾翼の次は上部球の静観物質チューイング機ね。さっき塗った主翼につながる部分になるね。そういや、この時代に99式艦爆のような名前してるみたいだけど、ヤマトに出てくる飛行機ってあとはなんだっけ？コスモゼロだね。完全に日本海軍の未来版じゃないの。それは言わないお約束。それで、吸引口自体はプライマーの色をそのまま残していきます。ミスターサーフェイサーの色味が好きなんですよね。持っていない色があれば大半はそれで済まそうとしてますね。そして、主翼の塗装ですね。横の爪の部分は絶対に折らないようにしましょうね。他のモデラーさんののブログサイトには制作機が載ってたりしてますが、多くの方がこの部分と落ちてしまって公開してはります。さて、うつ主さんはこの部分を折っていると思いますでしょうか？ぜひ、コメント欄にて予想してみてくださいね。正解した方には、うつ主さんが描いたコスモファルコンのイラストをプレゼント。そんなんせえへんから、いらんこと言うな。さて、映像では主翼下部の塗装を終えてキャノピーを作ってますね。そして、足回りなどの塗装を終え、ランナーから切り離していきます。キャノピーはタミヤのミディアムブルーを、足回りはグリーンマックスの鉄道カラー、ネズミの系統を塗布していきます。この際に、飛行形態と着陸形態の選択を行うのですが、うつ主さんは今後ジオラマの中に入れたいと思っているみたいで、着陸状態での制作を行います。先ほどランナーから切り出したパーツを組み立てていきます。今回はこの作業をもって終了とします。次回はマーキングをしてジオラマの制作を行います。映像ポットには魚雷やミサイルのパーツが搭載できるようになってます。この部分については次回までに決めていたいと思います。足回りは、カバーパーツと車輪などのパーツの3つに分割されてますね。収録に際し、説明書を何度も見て仮組みまでしてました。今取り付けたのは機関砲のパーツですね。ここには6門の機関砲が載っています。ちなみに、エンジンは流星55がタック号幅流式コスモエンジンだそうです。要はごっつい小さい宇宙用ジェットエンジンってことです。まあ、理論上ジェットエンジンでも宇宙には行けるらしいですけどね。あながち間違ってないみたいけどね。とりあえず並走ポットは開いた状態で置いときます。それと全部の爪みたいなパーツを組んでいきます。このパーツの詳細を知っている方はコメント欄にてコメントをなしゃすです。次の社会で紹介できたらと思います。そして、上部吸引口と垂直尾翼の取り付けをします。さて、次回までに壊れませんように。こらこら、んなこと言わせんの。というわけで、この動画が良かった方はチャンネル登録と高評価、Twitter をフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。